前科三犯893番チョイキ太郎です。本日のお話は日大の事件です。ちょっとこれはね、本当におかしいというか、もうこれバカなんじゃないかなっていう、私みたいなチンピラでも分かってるのに、この学校関係者、大学関係者の人たちとかスポーツ関係者の人たちはアホなんじゃないかなって思いますよ。この真面目な学生が巻き添え、日大アメフト部が廃部になったことに懸念って、スポーツ界から連帯責任がバカなんじゃないのって、一体これどういうことが起こったかって分かって言ってるのかと、本当に恥かきますよ。そして一部の新聞もちょっと抜けているというか、本当にあなたたち法律のこと分かってるんですか？今回日大の学生3人が捕まった容疑ってなんだか分かってますか？これ違法薬物とかって言ってますけど違いますよ。これも YouTube もちょっとおかしくて、その罪名言っただけで広告がつかないってバカみたいなことになるんでいけないんですけど、大きい麻取締法って皆さん思ってますが違いますよ。これ特例法ですよ。麻薬特例法いいですか？この麻薬特例法って違うんですよ。この大きい麻取締法にないこと、その刑罰な犯罪じゃないってことですよ。無期懲役まである量刑としては大きいこと。これって今までで言ったらどういうことか、国際事案に絡むとか国際的なとか、すごい、これ一回麻薬特例法って調べてください、出てきますから。これ大変なやつで、もう物が出てない、証拠がほとんどなくっていう時でも、その上の大物を捕まえる時、それに適用するっていうようなことを一学生に適用してるっていうことです。麻薬特例法で逮捕っていうことをよく考えた上で喋った方がいいと思いますよ。その小さい事件じゃないんです。もうガチガチの証拠というか、もう状況証拠は揃いに揃ってて、ただ現物がない。で、要するに大きい麻取締法だと使用罪っていうことはないわけだから、そうじゃなくって、ともっと大きい法律でっていうのは、過去の卒業生から先輩から日大のアメフト部、他の運動部でも蔓延してることはもう分かってるんですよ。それを許してきたっていうことです。しかもこの逮捕に至る経緯というものを一度分かった上で喋った方がいいですよ。この日大の、このもう日大アメフト部もそうですけど、もうそういうことが分かっていながら隠蔽して隠蔽して、警察、所轄の警察と話し合って話してないですよ。ただその OB と話しただけで、もう激凛に触れるようなことを言って、態度を最初の逮捕者の顔写真まで学校から出して、この人間だけですっていう風に吊るし上げて、その子だけの問題にしたんです。これはもう理事長も言ってるんですよ、もうこれだけ。ところが後からどころじゃないですよ。逮捕した上で特例法という大きなもので言って、そこが分かってないんですよ。あ、これはもう違うぞ、もう数珠つなぎなんですよ。だけども、いいタイミングで全員パクってこないで、ここで廃部ということを打ち出したから、これで止まると思いますよ。廃部にもしなかったら、もうどんどん麻薬特例法ということは物がなくてもいいんですよ。だってこの子たち喋るに決まってるじゃないですか、全部当たり前ですよね。誰からもらって、どういう風にして、もうそういう調書も全部出てるんですよ。何十人って名前が出てるんですよ、実は。それでも廃部にしないんだ、よく分かった上で物言わないと大恥かきますよってことですよ。法律知らないんだな。麻薬特例法というものを調べた上で喋った方が本当に見識を疑う。で、もう一つは、これ皆さん容認したじゃないですか、18歳が成人って。昔までは18、19、20歳までの子、まあ普通で言って大学で1年生、2年生は未成年だった。でも未成年のところから成人になるから、大学生には甘かった。そこら辺がもう、だって大学に入った時点で成人なんだから、成人の扱いを受けますよね。そういうことですよ、これ。本当にそれもわからないで、廃部がどうのこうのじゃなくて、もう廃部一択しかないんですよ、これは。最初からもう、私はもう過去に遡って、まあ私なんかと一緒にやっている懲役先生という 番組で、金井先生なんかも、もうこれは廃部一択ですよね。で、どうしてもやりたかったら、同好会から初めてもう一回同好会でして、別にグラウンドを使える、装備は使える、それまでダメって言わないんで、同好会から初めてちゃんとして、そこからもう一回ちゃんとした形にするまでやるしかないですよっていう話なんですよ。かわいそうで、そんなこと言ったって、じゃあ法律の条件から言えば、大学生だろうが、日大の大学生だろうが、ルフィ強盗の強盗犯だろうが、オレオレ詐欺の若い子だろうが、みんな一緒ですよ。何も違わないですよ、法律の要件から言ったら。大学生だからアメフト部だから違うということではないですよ。
中卒の18歳の子も日大の18歳の子も一緒です。ただ上場だとかいろんなことを勘案すると違うけど一緒です。何も特別じゃないです。フェニックスだろうが何だろうが知らないですよ。そんなことは関係ないです。一緒なんですよ。そういうことに甘えてやってたら反社と同じ網がかかってますよ。半グレと同じ、半グレ以上の網がかかってるっていうことです。そういう風にしてきたのは社会ですし、皆さん、いや暴力団とか反社会的グループはそれは俺たちは関係ない。でもこういう風にふざけたことずっとやっていること、もう延々と続くことをやっていることをやれば反社とか半グレとか同じような法律がしっかり網にかかってきっちりならすけじめを取りますよっていうことですもん。連帯責任がどうのこうのって言うんだったら、高校生のね、高校野球なんか一人タバコ吸っただけで甲子園出れないとか、え、なんで大学は違うの？高校野球とか高校のなんかってめちゃくちゃ厳しいじゃないですか。え、大学はいいの？なんかおかしくないですかこれ。なんか大学は特別なの？もう新聞にアメフト部なんかすごい学生置き去りとか、こういろいろアメフト部だけの問題じゃなくてお家騒動みたいなとかいろんなこと言ってるけどね、そういうことがあったんだけど本当の意味でも解決にはなってない、真面目にやってきた人間が巻き添えにされて、真面目か真面目じゃないかな、分かったもんじゃないじゃないですか。だってこのアメフト部の子たちみんな真面目だっていう風に言われてやってたんでしょ。ところがそんなことないじゃん、もうジャンキーじゃん、もう狂ったように吸いまくってるわけでしょ。で捕まえればみんなベラって喋っちゃう、当たり前じゃん、そういう風だもん。いや過去に行って、いやもう調べていくと OB なんか、いやそういうところですよ、屋上で吸ってる当たり前のようなその光景、何がいけないんですかって、そういう、だってそういうダメなんだ。ここにおいてその大きい朝、それがね、あの体にいいとか悪いとか、それは健康にいいとか、海外ではそういう問題じゃん、ダメなものはダメなんです日本の中で。それとこれとはまた違う。でもっと言ってったら、そういうことをやった上で試合に出てそれがその結果だったらドーピング以上のドーピングだから、過去にあったそういうものも剥奪じゃないですかね。いや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 、試合に出てない時は吸ってないから違いますよ。いやもうその前の日に吸ってりゃ一緒じゃないですか。あ、そういうことの効能で、そういうようなことで成績を出していたんだって言われたっておかしくない、そういう状況なんですよ。なのに連帯責任がどうのこうのとか分かったもんじゃないんだもん。最初は1人だって言って2人3人、もうほとんどの人がやっているっていう風に思われてもおかしくないですよ。暴走族とかチーマーとか半グレグループは、いやその中で僕真面目ですもんって、だから同じって同等、日大アメフト部はそういう風だって見られて、いやそういうことなんですもん。いや違う違うって言って違わかないですもんね、どんな言い訳しようがそういう風に見られてるし、実際そう、いやうちの子に限ってじゃなくてです、はい、もっとたくさんの名前が出てる。ただ量刑そういう風に使用罪がないもんだからどうにもできない、尿検査したこととか、だから麻薬特例法っていうことです。譲り渡した、買った、売った、やっていたっていうことができるような法律が平成3年平成 の頭ぐらいに施行された。それはこういうこともあり得るっていう、まさか大学に網がかかるとは思ってないです。反社会グループ、暴力団、組織犯罪にできるように、その上その人間たちのトップをとにかく一網打尽にしようとした法律が大学生に適用される、こういうことなんですよ。私たちには関係ない、関係ある、これが法律っていうことです。それを許したのは皆さんなんで、ここに来て連帯責任がうんだらかんたらって言ったらおかしいですよ。そういうことだっていうことをよく噛み締めてね、反省していただきたいって話です。私に言われるようじゃおしまいですよ、学校の関係者の人たち、スポーツ関係です。だからなんかね、脳が筋肉でできているって言われる、そう思いたくもなるような、へーって、一度法律をよく勉強してください。以上です。はい、みんなのインフルエンザスーパーインフルエンザ、懲役太郎です、ね、この熱をでもってみんなに完成させたいなと思って、そんな運びで大阪にイベントをやることになって、やってくれやってくれって言ったけど、今のところ3人しか来てないというこの低たらく、なんか騙された感じ、あれあんだけなんか大阪の人たち、関西地方のやってくれ来てくれもう絶対行くから、3人老若にゃんにゃんの人たち、老若男のな、まあ、何でもいいやの人たちが全然来てないということで、まあそうなはずはないと、あの集まっていただけるんじゃないかな、まあいろんな催し物をしていて、なんかねちょっと小ましなことをねちょっと思いついたんだけどね、もういざ喋ると思ったらね言えなくなっちゃったね。それはね来てからのお楽しみということでね、あの皆さんねお友達を誘ってね来てください。ロフトウエストなんとか全然覚えれない
けど、ロフト、ソウエモン町って書いて、ソエモン町って言うんですよ。南なんだよね、あそこね。非常に治安の悪いところです。なんか、来るだけでもなんか、身体検査がされるみたいな場所らしいですね。歩いてるだけで補導される。職質に遭うという、恐ろしい街なんですけど、皆さん、こぞって来てください。よろしく。あ、そうそう。言うほど漫画が売れてないみたいだよ。みたいな。なんか、可もなく不可もないらしいですわ。いいとも言えないし、悪いとも言えないような売り上げらしいですわ。どういうこと？なんかすごい話題になってるっぽかったんだけど、そんなことも含めて皆さん来てください。よろしくお願いいたします。以上です。